はい、では表題のタイトルの文献について、丸山が紹介します。で、初めに、概要なんですけど、この研究は、ニューラル機械翻訳ですねを利用した平易化になります。で、既存の、自動平易化のシステムと、まあ、異なる点っていうのは、まあ、語彙平易化、まあ、パラフレージングと、あとは、まあ、内容の削減ということで、なんかテキストコンプレッション、なんか重要な、まあ、主要な意味だけをうまく、まあ、抽出するっていうことの2つを同時に実行できる、まあ、システムであるという点です。で、人で評価によって、ここで提案している、まあ、ニューラル機械翻訳のシステムが、まあ、文法と、まあ、意味保持性で既存手法よりも高いスコアが得られています。また、今までの、まあ、システムと比べて、より平易な文ですね、高いレベルの平易化が可能となります。で、その機械翻訳、ニューラル機械翻訳で使われているシーケンス2シーケンスのモデルっていうのは、まあ、様々機械翻訳だけじゃなくて様々な、まあ、分野で用いられていて、まあ、良い結果を出しています。で、一方で、これまでの平易化の試みに、焦点を当てると、機械翻訳、まあ、3つアプローチがあって、まあ、ルールベースと、あとは機械翻訳を利用してした、まあ、システムと、あとは、まあ、レキシカルシンプリフィケーションとして、まあ、語彙の平易化というものがあります。で、まあ、代表的なものとして、まあ、機械翻訳では、まあ、SMT を用いて、まあ、研究されていて、まあ、構文の情報だったり、まあ、あとは句の削除っていうなんかものを、操作として加えたりなど、まあ、様々な工夫がされています。で、レキシカルシンプリフィケーションの方では、まあ、教師なし学習として、まあ、それを用いることで、まあ、良い結果っていうのを出しているっていうことがあります。ただ、今までそのシーケンス2シーケンスのモデルを用いた、平易化っていうのは行われていません。とそこでここではその SMT のモデルと、あとはレキシカルシンプリフィケーションのモデルと、あとは提案するニューラル機械翻訳のモデルの、まあ、3つを比較します。で、ニューラル機械翻訳の、まあ、モデルには OpenMT のフレームワークを利用します。で、また、その平易化の時に、言語モデルを、その平易化とかは全く関係ない普通のなんかコーパスで、まあ、事前にトレーニングしておくことで、良い結果を出すっていう結果が知られていて、でそれをもとにですね、ワードエンベディングを、Google ニュースコーパスを用いて事前に学習するっていうことを行います。で、これが、NTS のワードトゥーベックっていうモデルになります。で、エンコーダーの方は、原文とそのトレーニングする時の平易化コーパスの方の原文と、あとは Google ニュースコーパスで学習します。で、デコーダーの方は、その平易化コーパスの平易文と、あとはその Google ニュースコーパスの2つを使って、まあ、ワードエンベディングを学習します。で、またその最適な、まあ、モデルっていうのを選んでやるためにビームサーチを行います。で、ビームサイズが、まあ、5から12、まあ、それぞれの、変化させていって、その時に、まあ、候補を2つ生成して、で、ブリューとサリーでランキングしてやって、よりベストなモデルっていうのを選択することを行います。で、トレーニングデータには、ウィキペディアとシンプルイングリッシュウィキペディアの、まあ、対応付けをしたデータセットっていうものを用います。で、その中でもちゃんと対応づいている文のみを利用します。で、下にの表にあるのが、そのトークン数と、あとはなんか固有表現を、まあ、表しているものの数になります。で、そのコーパスの、まあ、具体的な例がこれで、まあ、フルマッチと、あとパーシャルマッチっていう、まあ、2つがあります。あとは操作としては、まあ、そのトランスフォーメーションっていうところに書いてあるように、まあ、様々な操作があります。で、見てみると、比較的、短い文なのかなということが分かります。で、チューニングするときと、まあ、テストのデータには、Amazon メカニカルタークから、まあ、得られた8つの参照文を持つデータセットを用います。これは、まあ、8人1つの文に対して、まあ、8人で平易化
してあるので、まあ、一文の、まあ、一つの原文に対して、まあ、8つの平文が書いてあるというような形のものです。で、チューニングとして2000文、あとはテストデータとして、70文を用います。で、人で評価はそのテストデータの70文を、3人で評価します。で、評価の項目なんですけど、変更している数と、あとそれが、正しい変換であるかどうかっていう点です。で、その変更の数っていうのはあくまでそのワード単位ではなくて、まあ、区の単位として、まあ、それを一つと数えます。で、あとは、文法と意味の保持性で、1から5のスコアをつけます。で、まあ、1が、まあ、一番悪いスコアで、まあ、5が良いっていうスコアになります。あとは、平価された、まあ、度合いを表すもので、マイナス2からプラス2の5段階で評価します。で、マイナス2っていうのは、そのリファレンスに比べて、より、まあ、難しい文として、まあ、出力されている。で、まあ、プラス2っていうのがリファレンスに比べると、リファレンスに比べて、まあ、より簡単な文として、まあ、出力されているっていうのものの、まあ、5段階になります。で、実験結果が、こちらです。で、上にこの上の段が、普通にニューラル機械翻訳使ったモデルで、下のこの3つその下の3つが、ワードトゥーベックを、まあ、事前に学習しているモデルです。で、あと下の2つが、まあ、SMT を使ったモデルと、あとはそのレキシカルシンプリフィケーションの教師暗視学習のものを比較しています。で、評価の項目は、先ほど述べたように、まあ、ここが、まあ、評価の項目になります。で、その今までの、まあ、手法のここの下の3つと、新しく提案している上の6つを、まあ、比較すると、文法とか、まあ、意味の保持性とか、まあ、平どれだけ、平価されているかという部分に関しても、まあ、高いスコアであることが分かります。また、このサリで、ランキングされたここの部分のモデルなんですけれども、まあ、チェンジの数が、まあ、多くて、まあ、かつ、正しい変換も、まあ、より大きな分類の方で、平価の、まあ、度合いに関しても良いスコアで、まあ、デフォルトのモデルをより改善されているモデルであることが分かります。あとはそのサリとブリューでランキングした時の違いについてなんですけど、サリで、ランキングすることで、このトータルですね、変更の数の部分が、まあ、多くなっているっていうことが分かります。で、またそのブリューでランキングすることで、正しい変換っていうものの割合が多い傾向にあることが分かります。で、その自動平価ではそのこのトータルっていうその変更の数の部分より、まあ、正しい変更のこのコレクトの部分が大きい方が、まあ、重要であるということが述べられていて、で、まあ、理由としては、その合計の変更の数が少ない場合っていうのは、原文をそのまま出力するっていうだけで、その平価した後の、まあ、後段の処理、何かその機械翻訳だったり、まあ、要約に用いる時にも、まあ、変更しないっていう部分に関しては、まあ、あんまり影響はしないんですけれども、まあ、間違った変換、このコレクトの部分が低いと間違った変換がされてて、まあ、それがパフォーマンスを下げる要因になってしまうので、まあ、コレクトが高い方が良いということが、まあ、述べられています。で、まあ、その点を踏まえると、まあ、既存の手法よりも、高い、高い、まあ、正確に、まあ、変換変化できているっていうことが、まあ、このここで提案しているモデルの特徴になります。はい。で、まとめです。
ここでは、ニューラル機械翻訳を利用した平滑モデルというものを提案しています。で、今までの SMT だったりレキシカルシンプリフィケーションのモデルよりも、まあ、正しくかつ、まあ、より平易な文として変換できているということが分かります。また、語彙の平滑とあとは内容の削減というものを同時に実行できるシステムです。以上で発表を終わります。